キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。何か楽しいことしたいな。楽しいことね。ハラハラドッキドキで楽しい遊びを。あるよ、びっくりした。刺激的な遊びなら用意してきたよ。にゃんですと。準備良すぎるね。それでは今から逃走中を開催します。逃走中？ルールは簡単。学校から無事に出られればクリア。でも出入り口は封鎖されているから、3つのレバーを探し出して動かせば開くよ。でもそれだけじゃないよね。その通り。ハンターが巡回してて、もし捕まったら檻の中にガッシャン。ハンターから逃げてレバーを探さなきゃいけないんだね。さらに途中でいろいろなミッションが発生するよ。楽しそう。早速始めちゃおうよ。それじゃあ逃走中スタート。無事にクリアできるよう、いいねで応援してね。パパッとレバー見つけてクリアしちゃうぞ。ハンターに見つからないように慎重に行かないとね。さあ、ハンターから逃げ切れるかな。なかなかレバー見つからにゃい。あ、見つかった。逃げろ。こんなに早く見つかるなんて。で、行き止まり。わわわわわわ。早速クモリンが確保されちゃったね。わあ、捕まっちゃったよ。お知らせ、クモリンが確保されたよ。早すぎない？これから一人でレバー探さなきゃいけないのか。何の音？ミッションが発生だよ。校長室にハンターボックスが出現したみたい。ハンターボックス？10分後にハンターが1体放出されるボックスなんだけど、2つの停止レバーを同時に動かせば防ぐことができるよ。2つ同時って1人じゃ無理じゃん。こうなると思って捕まった人を助ける方法も用意してあります。何何？理科室に隠されてるアイテムで助け出すことができるよ。お助けアイテムか。でもハンターが徘徊する中、理科室に行って檻がある体育館での救助は超ハードモード。やるかやらないかは自由だぜ。確かに危ないけど、ハンターが増えるのは嫌だから頑張るしかないね。理科室到着。急いでアイテムを探さないと。どこかな。ん？これは金属を溶かす薬？これで檻を溶かせるのかも。急いで体育館に向かわなきゃ。プニル一人で大丈夫かな。クーモリーン。プニル、どうしてここに？捕まった人を助けるアイテムを見つけたの。本当に？やった。それじゃあ薬を投げるから少し下がってて。はーい。それ、檻が溶けちゃった。これで檻から出られるよ。ありがとうプニル、僕のために危ない中。それじゃ校長室に向かおう。なんで校長室？二人じゃないとできないミッションがあってね。もしかして僕のためじゃなくてミッションのために助けたの？助かったんだからよかったでしょ。校長室に到着。これがハンターボックスだね。今にも動き出しそう。このレバーを同時に動かせばいいんだね。じゃあせーので動かすよ。オッケー。せーの。ミッションクリア。これでハンターが増えることはなくなったよ。やったねプニル。それじゃレバー探しの続きだね。次は捕まらないようにしなきゃ。あ、レバーだ。これを動かせばいいんだね。よいしょ。レバーが動かされたよ。残り2つ。やったー。残りも見つけちゃうよ。で、ハンター来てるじゃん。追ってこないでよ。はあ、なんとか逃げ切れたかな。で、まだ来てる。わわわわわわ、探してるよ。見つからないようにそーっと動かないと。見つかりませんように。見つからなくてよかった。レバーどこかな。トイレにある予感が。あった、レバーだ。ク
リン天才です。その前におトイレしようっと。すっきりした。よし動かすよ。それレバーが動かされたよ。残り一つ。やった、ラスト一つだ。今危なかったことクモリンは知らないんだろうな。次はどこ探そうかな。あ、プリルだ。おーい、プリル。ちょっとクモリン、静かにしないと見つかっちゃうよ。そうだった。残り一つだけどなかなか見つからないね。最後の一つどこにあるんだろう。二人とも探してない場所にあるはずだから最後は二人で探そう。オッケー。探してない部屋はここだね。あ、リバーだ。案外サクッと見つかったね。それじゃあ動かすよ。わ、びっくりした。最終ミッション発生。最後のレバーを動かすと出入り口が開くけど1分したら閉じちゃうよ。1分以内に学校から出なきゃいけないってこと。さらに大量のハンターが放出されるよ。そんなの聞いてないよ。これもミッションだからな。それじゃあラストスパート頑張ってね。これが最後のミッション。レバーを動かしたらすぐに走るよ。プリルは先に玄関に行ってて。何言ってるのクモリン。レバーは一人でも動かせるから玄関にいれば一人はクリアできるよ。だったら私がレバーを動かしても。プリルのおかげで檻から脱出できたから今回は僕に任せて。クモリン、わかったよ。絶対逃げ切ってね。クモリン頼もしくなったね。へえ、なかなかかっこいいじゃねえか。一度こういうセリフ言ってみたかったんだ。そろそろプリルは玄関に着いた頃かな。よし、やるぞやるぞやるぞ。それ出入り口が開いたってことは今頃クモリンは。クモリンダッシュ、もうすぐ出口だ。クモリンこっち急いで。そりゃあやったねクモリン、これでクリアだ。ねえ僕間に合わなかったみたい。そんなクモリン。でもプリルがクリアできてよかったよ。クモリン最後まで楽しかったよ。でも僕もクリアしたかったな。残念だったねクモリン。でもおかげでクリアできたよ。ありがとう。今回の逃走中クリアできたのはプリル。やった。それじゃあ商品を渡すね。え、商品があったの。あれ言ってなかったっけ。商品があるならプリルにレバー引いてもらったのに。ちょっとかっこよくなったと思ったけど、いつものクモリンだね。そうだ、頑張れ。勝利バナナください。やっと学校終わった。早く帰ってバナナ食べよう。あれ、鍵閉まってる。え、どういうこと。これじゃあお家に帰れないよ。あ、あそこからなら出られそう。でも高くて届かない。そうだ、これを使えばいけるかも。届いた。ここから行ってみよう。レッツラゴー。学校から脱出できるようにいいねで応援してね。何ここ。学校にこんな場所があったなんてね。怪しいボタンがあるよ。ポチッとな。わあ、なんかモクモクしてる。慎重にね。わあ、飛んでる。楽しい。すごかったね。よし、どんどん行くぞ。エレベーターだ。うん、動かないよ。あのボタン押せばいいのかな。これで上に行けるね。もうなんで鍵閉まってるの。見て、隠し通路あるよ。これ使えば届くかな。いっさほいさ。よし、ここから廊下に出よう。ついに出られたぞ。この音ってもしかして。先生まだ寝てるじゃん。うるさくて起こしちゃったかな。
ようにそーっと。これだいぶ細いよ。よし、次次次はこれを避けるんだね。意外と簡単かも。これ楽しそう。向こうまで行くぞ。あ、ちょっと、うわー、これ着地難しい。早く話しすぎだよ。うわー、今だよ。ふう、着地成功。連続ジャンプするから見ててね。いやー、もう何やってんの。こういうのは一歩一歩確実にだよ。ぴょんぴょん行った方が楽しいのに。あ、出口だ。え、先生、なんでセグウェイ乗ってるの。逃げろ。トイレに入ろう。いや次は他のドアを開けてみて。真ん中、隠し通路だ。先生バイバイ。またアスレチック。面白い学校だね。あの的に当てればいいのかな。道が出てきた。さあさあ、天才でーす。ああ、僕のセリフ。先生がいるよ。あれは車。もしかしてレース対決。勝ったらお家に帰れるのかも。絶対負けないぞ。先生早っ。全然追いつかないよ。まだまだレースはここからだよ。加速しまくって追い越すぞ。頑張れ頑張れ、グッモーニング。来た来た来た、やったー。なんで穴が開いてるの。あそこは注意しないとね。もう負けないぞ。先生のスタートダッシュどうなってるの。車パンクしそうなのに。なんで、あ、車ごと吹っ飛ばされた。先生強いね。そうだ、勝ったらバナナあげるよ。ほんと、絶対に勝つぞ。行きたい。車壊されちゃったね。もう怒った。クモリンが珍しく真剣な顔してる。バナナのために。そっちかーい。来た来た、やった。やばそうだな。ここは逃げろ。なんで先生がお化けになっちゃうの。とりあえずトイレに隠れよう。誰か入ってきたよ。もしかしてお化け。見つからないように静かにしよう。お口ちゃん。どっか行ったの？わからないけど、
今は学校から出る方法を探そう。ラジャー、やっぱり調べ物なら図書室だよね。さすがにあのお化けのことは書いてないね。残念。でもこの学校の地下に何かあるみたいだよ。ニャンですと。隠された学校の地下、これは絶対何かあるよな。きっとお化けを倒す武器が隠されてるんだよ。まずは地下への入り口を探しに行こう。オッケー。僕たちが脱出できるようにいいねで応援してね。地下の入り口どこだどこだどこだ。おい、もっと慎重に行けよ。なんか変なのが置いてあるよ。もしかしてこれを壊せば学校から出られるのかも。壊せばいいんだね。えい、やっと。全然壊れにゃい。普通の方法じゃ壊せないみたいだね。とりあえず地下の入り口を探しに行こう。次来た時は絶対に壊すぞ。何と張り合ってんだよ。使われてない倉庫に地下の入り口があると思ったんだけど。おまけがいて入れないよ。まるで何かを守っているみたい。これはますます怪しいな。もうお化けどっか行ってよ。そうだ、いいこと思いついた。なになに？僕についてきて。ここってパソコン室？トイレでチャイムが鳴った時お化けはどこかに行ったよね。だとしたらお化けは音が鳴っているところに行くんじゃないかと思うんだよね。やんと。だからこのパソコンでこうして、こうすれば。これでパソコン室に誘導できたね。今のうちに倉庫に行っちゃおう。あやいさん、地下の入り口、入り口。見たところ、普通の倉庫みたいだね。ここにはないのかな。ん？ボタン？とりあえず押してみようっと。ポチッとな。なにこれ。きっと地下への入り口だよ。やったね、くもりん。くもりん天才です。早速下に降りてみよう。よいしょよいしょ。なんだか洞窟みたいだけど。地下に建物があるよ。学校の地下にこんなのがあるなんて。きっとここに伝説の武器が。お、本が置いてある。読んでみるね。問題、お坊さんが木魚を叩くのはなぜ？木魚？お経を唱えるときにポクポクって鳴らしてるあれのことだよ。なるほど。でもなんで叩くのかな。僕は答え分かったけど、みんなは分かるかな。分かった。リズムを取るため。ぷっぷー、不正解。正解はお坊さんが居眠りしないためだよ。そんな理由なの？いつの間にか箱が置かれてる。もしかして正解したプレゼント？きっと伝説の剣だよ。聖なるツルハシ？なんだ、ツルハシか。何かに使えそうだし一応もらっておこう。地下には行ったけど、これからどうすればいいんだろう。そうか、このツルハシでお化けを退治すればいいな。やるぞやるぞやるぞ。おい、後ろ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 。わー、お化けだ。そのツルハシでやっつけるんじゃなかったのかよ。やっぱり怖いよ。倒せないなら今は逃げよう。ずっと追ってくるよ。早く走らないと追いつかれるぞ。おい、一か八かだ。あの黒いのを壊せ。わかった。くもりんアタック。あれ、お化けの動きが止まった。消えた。やった、お化けを倒したぞ。さっきの黒いのが元凶だったんだね。見て、出入り口も元通りだよ。これで学校から出られるぞ。走り回ったせいで体がもうクタクタだよ。安心したらお腹空いてきちゃった。バナナ食べよっと。あんな目にあった後なのに相変わらずだな。それじゃあバナナいただきます。
の限界だし、この神社でなんとかしないと。わあ、神社の神様、僕たちを助けて。何か箱があるよ。お供え物？もしかしてお供え物を入れる箱なのかも。でも僕お供えするもの持ってないし。僕はおやつのバナナくらいしか。試しにバナナ入れてみたら？神様バナナ食べるの？今はそれしかないだろ。最後の悪あがきだ。僕のバニャニャ。神様、僕のバナナあげるからおまけを追っ払って。クモリン、クモリン、後ろ後ろ。あ、おまけがいなくなってる。神様が助けてくれたんだね。やった、神様ありがとう。今度こそ帰ろう。あ、ちょっと待って。どうしたの？バナナがなくなってる。本当だ、きっと神様が食べたんだね。も、僕のバナナ。助けてもらったんだから諦めよ。そうだ、神様もバナナ好きですか？忘れ物？宿題のプリントだよ。宿題忘れたら明日先生に怒られちゃうね。それだけは嫌。こうなったら急いで取りに行っちゃう。そうだね、学校へレッツゴー。学校着いた。わー、夜の学校ってこんなに静かなんだね。なんだか不気味だね。二人とも早く取りに行こう。早く取って帰ろうか。僕の教室はここだ。うん、待って、くもりん。どうしたの、サンサン。あの奥にいる人、誰かわかる？おばけ、もう無理だよ。くもりん、どっか行っちゃった。それにしても、あそこで何してるんだろう。なんか嫌な予感。ここで少し、様子を見てみよう。は、こっち来た。あの。え、逃げたよ。追いかけよう。ふぅ。さっきの人、どっか行っちゃったみたいだね。なんで急に逃げたんだろう。もしかしたら、不審者かも。不審者？夜の誰もいない時間を狙って、この学校に悪さをしに来たんじゃないかな。そんな危険な人、早く捕まえないと。そうだね、僕たちで新しくセキュリティを作って捕まえるのはどうかな。賛成、賛成。これから不審者を捕まえるためのトラップを設置するよ。まずはこの防犯カメラ。不審者がこのカメラの前を通ると私たちに知らせてくれるよ。これでどこにいるかすぐに見つけることができるね。すべての階の廊下にまんべんなく設置しよう。2つ目は学校の周りを壁で囲んで出入りするドアに暗証番号をつけたよ。ちなみにその番号は僕の誕生日0303。覚えやすくていいね。僕たちにしかこの暗証番号はわからないから不審者も簡単に出ることはできないはず。そして最後、学校のあらゆる場所をアスレチックに変えたよ。もしアスレチックに苦戦してる不審者を見つけたら後ろから捕まえちゃえば OK。 自分で作ったけどすごく難しそう。私たちがやるわけじゃないからね。難しければ難しいほど OK。 よし、これで準備は万端だね。あとは反応を待つだけ。二人ともどこにもいないよ。あ、そうだ、まだ体育館に行ってなかった。着いた。おーい、二人とも。うわー、ちょっとなんか爆発したんだけど。もう学校に爆弾は良くないよ。ん、チェスト、こんなとこにあったっけ。いやー、落とし穴、さっきから何なの。お、早速反応があったみたいだよ。どこどこ。あ、ここだ。さっきの不審者だ。場所は2階か。どうする、サンサン。
先に1階の入り口に先回りして待ち伏せしよう。それいいね。やっぱり2人とも心配なし、最初に行った教室を見に行こう。で、なにこれ、さっきまでなかったじゃん。ここ渡らなきゃダメなの？あー、もう1回。いやー、もうダメだ。もう僕外に出て待つことにする。巨人でもいるのかな。まさか。ん、
缶詰と、もう一つは…骸骨?確認だけど、ここって学校だよね。とにかくここから脱出しないと。出口どこだ。急に走り出さないでよ。だってなんだか不気味なんだもん。焦ったらもっと時間かかっちゃうよ。さあさあ見て、巨人の鉛筆。だから巨人なんていないってば。本当にいた。さっきの先生じゃない。もうさあさあ何してるの。ごめん、驚きすぎて。今度こそサンサンダッシュ。僕の技なのに。あともう少し。サンサンゴーゴー。ゴール。外だよ。これでやっと帰れるね。やった、遊べる。あ、トロフィーがあるよ。僕たちの優勝だ。何の大会なの。さっきの巨大戦。先生を倒さないと帰れないみたいだね。あんな大きいのどうやって。もしかしてこのトロフィー武器になってる。本当だ、これなら勝てるよ。ビーム撃ってきた。もうどうすればいいの。とりあえずいっぱい撃って。ジャンプジャンプ。ダメだ、避けきれないよ。ビームが来る前に勝負を決めちゃおう。そんなわけあるか。そうだ。優